皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。歌手の水森かおりが16日、岩手・山田町の山田祭でミニステージを開催した。会場に集まった1,500人の前で、水森は同賞を舞台にしたご当地ソングである最新曲、三陸万華など全4曲を歌唱。この歌で今年も22回目の紅白出場を果たすことができるよう。 応援よろしくお願いいたしますと呼びかけた。その後会場近くの神社に移動すると祭り名物のみこしみこしに遭遇ぐう。みこしを担ぐ号令をかけてほしいとのリクエストを受け祭りの歴史上女性として初めて号令を行うと240年という歴史あるお祭りに参加させていただきおみこしを担ぐ号令までかけさせていただいて大感激ですとめを輝かせた。 水森は25日に東京・渋谷区の LINE キューブ渋谷で毎年恒例のメモリアルコンサートを開催予定。今年は皆さんがあっと驚くようなサプライズも用意してます。その日からデビュー30年目に入りますので気持ちを引き締めて良いスタートラインに立てたらいいかなと思いますと話した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。